はいお伝えしますではまず外の様子から見てみましょうはい大阪市内の様子ですもう1時間以上前にね日没を迎えましてすっかり夜景になってますね秋の日は鶴瓶落としなんていう風うに言いますがどんどんと日没の時刻が早くなってきていますただ明日は 秋というよりも日中は夏のような体感となりそうです詳しくお伝えしていきますまずは予想最高気温と最低気温です朝は割と過ごしやすいんですけれどもね日中はぐんぐん気温が上がっていきまして10月が始まる明日なんですが最高気温は30度前後というところが多くなっています京都は 32度まで上がる見込み場所によっては8月下旬並みの気温となりそうなんですね季節 <laughs> 外れの暑さが明日も続きますので暑さ対策を 心がけるようにしていただきたいと思います,、うん、すというのも明日の天気なんですが今日よりも晴れるところが多くなりそうです北部中部朝から日差しが届いて南部は午前中まだ雲が多めとなりますけれどもだんだん晴れ間が広がってきそうです日差しの暑さを感じるそんな一日になりそうなんですね明日の予想天気図です 日本の近くには今台風17号と台風18号の2つがありますこのうち台風17号は明日関東地方に最も近づく見込みなんですねただこの台風17号はそれほど発達していなくて東の海上を進んでいく見込みですので関東地方も影響は沿岸部に限られるかなと見ています近畿地方は直接の影響はないでしょう 一方の台風18号は今すでに大型で非常に強い勢力にまで発達してきています。木曜にかけて台湾に近づいた後、その後週末にかけて沖縄地方にかなり接近する恐れがあります。うん、東シナ海に進んでからの週末以降の進路はまだまだ不確実な状況ですので、台風情報にお気を付けいただきたいのと、 台風が離れていたとしても前線の活動を活発にして雨の量多くなる恐れもあります。 週間予報をお伝えしますと水曜から金曜にかけて雨の日が続きそうただ雨でも30度超えるなどまだまだ真夏日や熱帯夜がありそうなんですね日中はまだ半袖そして朝晩は薄手の羽織物で対応するのが良さそうです最後に洗濯情報です明日は近畿の中部中心に洗濯日和となるでしょう明後日はあちこちでにわか雨がありそうですので明日のうちにまとめて片付けておいてください